はい、どうもさんこんにちは、なわです。さあ、今回はですね、こちらね、一番くじのホームページなんですけど、今回ね、ドラゴンボールヒーローズとのそのコラボ企画みたいな感じで、そのドラゴンボールヒーローズキャラクターがね、こうやってフィギュアになりました。はい、これね、ちょっとすごいんで見ていきたいと思います。さあ、で、ね、これ一番くじ、まあ普段そんなに自分も買わないんですけど、ちょっと今回はね、めちゃくちゃ欲しいなって、持ったやつが何個かあって、まあまずはね、ブロリーのスーパーサイヤ人4フィギュアですね。はい、ブロリー、これどのシーンかな、どのシーンっていうか、まあ多分これ全部さ、そのドラゴンボールヒーローズのカードからフィギュアになってると思うので、まあ、どのカードかなってなったんだけど、わかる？これ、UR じゃないでしょ、だって。逆にこんなあったっけ、そのブロリーのさ、なんていうの、ベジータじゃないや、ブロリーのなんでフロスト、レアリティ多分 UR だよね。で、スーパーサイジン4でしょ？あったかな？あー、これかな？いや、でもなんか違くね？いや、絶対違うと思うわ。で、これじゃないでしょ？限界突破じゃないんで。で、フルブロは前回出た。っていう感じでちょっとないんですけど、これかな？なんかこれ怪しいですね。まあ何はともあれ、スーパーサイジン4のね、ブロリー出ます。はい。で、これね、ブロリーが A 賞なんですよね。で、その下のこうベジットゼノン、あ、ごめん、ベジットゼノンスーパーサイジン4、これカードじゃないな。これもどのやつだろう。シークレットレアじゃないよね、これ。見下してないから、多分シクレじゃないな、プロモーションかな。どのシーン選んでんだろう。まあこれが A 賞かなって思ったんだけど、違いましたね。はい、超フルパワーサイジン4限界突破のフィギュアってこれ初なので、すごいね、これ欲しいなって思いました。で、この、なんだろう、スーパーサイジ4限界突破って何っていうとさ、そうだね、ドラゴンボールヒーローズ知らない人からすると、これ何ってね、なると思うんですけど、これね、スーパーサイジン4の、まあ簡単に言うと上位互換みたいな。で、超フルパワーサイジン4っていうのは、悟空がね、ドラゴンボール GT で見せた、スーパーサイジン4の上の形態だったと思うんだけど、あれのさらに上っていう解釈でいいと思います。はい、まあ、いろんなね、挑戦者たちの木を集めて、まあ、この中に実は神の木とかね、ゴッドの木とか混じってるんですけど、まあ、それで一時的に生まれたのがこの限界突破っていう形態ですね。はい、強さ的に言うと、もうそうだね、ドラヒのオリキャラの中では一番じゃないかな。ね、もうただでさえ合体戦士の4で、そこにさらにね、挑戦者の木を集めて限界突破した姿なので、まあ強さ的にはこれ多分もうほぼほぼ1位、2位を争うぐらいの戦闘力を持ってます。はい、ちなみにこれの上が、ブロリーの限界突破サイヤ人4なんですけど、それは出なかったですね、今回。はい、で、ベジットブルーですね、スーパーサイヤ人ごとスーパーサイヤ人、これはアニバーサリーシークレットのベジットブルーですね。はい、いました。BM5 弾の SEC のアニバーサリー記念でね、出たベジットです。はい、これと同じポーズですね。はい、で、これが C 賞で、これがね、超いいなって思った、赤き仮面のサイジンスーパーサイジンロゼ出ましたね、これね。かっこいい、超かっこいい、これやばい、これやばい。なんで D 賞なの、これおかしくね。てか、なんでブロリーが A 賞、まあいいや、そこはちょっと今回さておき、これえぐいな、これえぐい。まあ、クオリティも高いんですけど、まあ、単純にロゼ仮面のフィギュア自体これも初めてなので、えぐいなって思った。まあ、なので今回はベジットと、まあ、ロゼと、その下のね、悟空と、いろんなね、ちょっと、目玉キャラいるので、そこら辺狙っていきたいですね。はい、これは初日にやろうと思います。いや、これかっこいいな、ロゼ仮面か。まさかこんなに早くフィギュアになるとは思いませんでしたね。まあ、ロゼ仮面っていうとね、今段のね、シークレットレアの、これね、はい、オリジナルキャラクターですが、まあ悟空ブラックがこう仮面をつけたバージョンっていう、これまたね、その悟空ブラックロゼの上位互換みたいな、キャラクターで参戦しました。で、こいつの強さ的には、まあ身勝手の悟空兆しよりも強いぐらい、なのかな、今のところ。いや、互角か、身勝手の悟空兆しと互角ぐらいで、この上があるんですよね、実はね、ロゼのね、スーパーサイジン2っていうのがあって、それが次の段のアルティメットレアで出ます。
まあでも相当強いキャラですよね、普通に考えてね。うん、兆しと互角ってなかなかですからね。はい、その下が孫悟空ゼノの超フルパワー Saiyan 4限界突破。はい、まあちょっと触れなかったけど、約25センチなんで結構デカめですよね。はい、これもかっこいいね。いやー、これはシークレットレアかな。はい、この悟空4は、まあスーパーサイジン4のね、アルティメットレア第3弾かな、あれは3弾。BM3 弾のシークレットレアのこれ。と同じ姿ですかね。はい、このカードもね、めちゃくちゃかっこいいですからね。あ、これかっけえな。いい衣装とか、まあ信じらんないんだけど、これ。なんでこれがいい衣装なの。で、その下が、あ、これいたんだ。あー、なるほどね。時の海洋神と来て、ブロリーいましたね。超フルパワーサイジン4限界突破、いました。はい。ラストワンか。なるほど。あー、これラストワンなんだ。超欲しいんだけど。うっそー。ラストワンってことは、どんぐらい使えばこれ出るんだろう。ちょっとわかんないけど、まあ、結局やるならラストワンまでやりたいよね。で、時の海洋神もね、かわいいね、これ。はい、ビッグバミッションの5段 UR ですね、これ多分。まあ、結構強いで有名なね。BM5 段のアルティメットレア、復活ニット持ちの時の海洋神。多分これですよね。で、今いたブロリーが、まあこれまたさっきのね、スーパーサイズ4と同じポーズだけど、もしかしたらこれがシークレットレアと同じポーズなんかな。なんかちょっと違う気するけどね。まあいいや、ポーズはそんなに関係ないから別にいいけど。そっか、めちゃくちゃいいなこれっていう感じでですよ。これ一番口ね、今回熱すぎるわっていうのがあって、ちょっと今回ばかりはね、マジでがっつりやろうかなって、思いました。まあ特にね、ヒーローズ自体が好きなので、まあそのヒーローズのオリキャラがこうやってねフィギュアになってくれるってなかなかないんでね。ちょっとやって、もうがっつりね出しちゃおうかな。あとはマジンロベルがねないのがちょっと気がかりなんですけどもね。トキちゃんかベジブルがマジンロベルでもよかったんじゃねっていうのはちょっとあるよね。なんかどうせヒーローズならっていう、これね、まあ、ゼノバースのキャラだからね。まあ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 いいや、それは別に。とりあえず今回ね、ちょっと狙いが多すぎるので、もうそうだね、ラスワン狙いでもうがっつりやった方がいいのかなこれは。ね、なんか単品でさ全部買うってのもちょっとね嫌なので。だったら自力で出したいし、まあちょっとその動画は、後日上がるかなと思います。はい、多分ファミリーマートとかで買えんじゃないかな、ちょっとわかんないけど。でまあベジェットゼノね、これね、そうだね、素晴らしい。素晴らしいよ。尻尾もちゃんとあるよね。尻尾もちゃんとあるし、体色がこれね再現されてますね。まあこんなには赤くないんだけど、そうだね、若干アニメのベジット4よりなんかな、ちょっとわかんないな。なんかゲームだと若干色違いますよねこれね。でベジットブルーのフィギュア自体は家にあるから別にこれはいいかなって思ってんだよね。でブロリーもブロリー4のフィギュアね、多分あれも一番くじかなんかのやつ、友達にもらったやつがあるので、ここら辺はそこまで ないんですけど、まあロゼ仮面欲しいね。これも欲しいでしょ。で、フォー悟空の限界突破も欲しい。ちなみにこのね、スーパーサイジン、超フルパワーサイジン4限界突破の孫悟空ゼノっていうのが、まあ、もちろんね、その超フルパワーサイジン4の悟空よりも強いので、強さ的に言うと多分身勝手の悟空に近いんかなって、思います。だからあれぐらいの戦闘力は一応持ってる。またちょっとね、ヒーローズのアニメで見たいですね、これ。なんか邪念馬戦限定の携帯みたいになってるけどこれ。でトキちゃんも可愛いね、これ可愛い。まあがっつり狙ってればこれも出るでしょう。でブロリーの限界突破めっちゃ欲しいんで、ちょっとねこれ狙いでラスワンまでやりたいな今回。はい、ダブルチャンスキャンペーンって何。全然わかんないけど、ダブルチャンスキャンペーンってなんだろうね、これ なんかちょっと気になりますね。で、あとは、まあ、タオルとか、タンブラー、ガラスプレート、まあ、いろいろあるんですけど、そうだね。まあ、多分ここら辺も全部出るでしょ。ラストまでやったら全部出るし、まあ、これ全部出すのにいくらかかるのかっていうのがちょっと知りたいかな。
まあなのでちょっとねこの一番くじ詳しい人をぜひね教えてください。はい、まあ封入確率とかあとはラストアンでもしやるとしたらどんぐらいお金かかるのかなっていうのちょっと全然わかんないから、ここら辺は多分違うやつかな。はい、ということでね今回ねこれ一番くじのドラゴンボールヒーローズコラボで、すごいねフィギュアが目白押しなんでこれ、ね、皆さん、やりましょう。はい、11月の中旬だからね、まあ、かなり先ですねこれ、うん、今がちょうど7月なので、4ヶ月後か。で1回680円、税込み680円なので、まあ、10回で6800円で、昔10回だったらやったことあるんだけどそれで確かね A 賞か B 賞出たんだよね。まあ10分の1ぐらいで出るんならいいかって感じで、ね、はい、で、それぐらいかな。はい、なくなり次第終了です。まあなのでね本当にポルンガの時みたいにね、もう本当に早い者勝ち形式なので、狙ってる方はねぜひ早めにね、購入しましょう。はい、うかうか1週間とか待ってたらもしかしたらもう全部なくなってる可能性もあるし、まあ3日経ってもね、10個ぐらいしか売れてない可能性もあるし、で、一発でこれが出される可能性もあるしみたいなね、そこがちょっとねくじって怖いですよね。はい、ということで、チャンネル登録や高評価、そしてツイッターのフォローなどしていただけると幸いです。バトスタゴッドボス最新動画などね、再生リストは終了画面ね、この動画終わった終了画面にまとめてありますのでぜひそちらから一気見したい方はご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。